ジムヘンソン、ジムヘンソン、ジムヘンソン、1936年9月24日から1990年5月16日は、近代アメリカテレビ誌において、最も重要な操り人形誌の一人である。彼はまた、映画制作者、TV プロデューサー、ジムヘンソン財団、ジムヘンソンクリーチャーショップの創立者でもある。彼は、マペット作家で、 長い創作活動の間、第一級であり続けた。彼の創作したマペットのカーミット、およびセサミストリートのキャラクターは今なお、世界の人々に愛されている。妻の、息子のも、マペット創作師である。娘のリサ・ヘンソンは、映画プロデューサー。ジム・ヘンソンは、ジェームズ・モーリー・ヘンソンとして、ミシシッピ州、グリーンビルに、 米国農務省に勤務する農業研究者の父ポール・ランサム・ヘンソンと母・エリザベス・ベティマ・ーセラ・ヘンソンの次男として生まれる。兄にポール・ジュニアがいた。家族からはジミーと通称された。ジム・ヘンソンはクリスチャン・サイエンス教徒として育てられ、ミシシッピ州で幼年期を送った後、小学校5年の時に父の転勤でワシントン DC からほど近いメリーランド州に移住。 黎明期を迎えていた、米国テレビ産業の魅力に取り憑かれ、高校卒業後に、地元のテレビ局はタップで、アルバイトとし、人形劇の仕事を始める。メリーランド大学入学後、スタジオアートの勉強を始めるが、自作人形劇の仕事も続け、地域で徐々に名声を広める。大学入学後、後に、人形創演者兼障害の伴侶となる j a レベルと出会い。 NBC 系列のテレビ局 WRC のオーディションに合格、アニ・ポールジュニアの交通事故死に遭遇したのもこの時期である。奥様向け番組の人形劇コーナーを担当し、1955年に最初の番組サムと友達を作成した。この番組は1958年にエミー賞を受賞。マリオネットとパペットの合成語である、 マペットという語が最初に使われるとともに、カーミットの原型が最初に登場した。サムと友達は1961年まで放送された。1960年にデトロイトで開催された米国人形劇コンベーションに家族で参加し、バーティルストラムをはじめとする米国の人形創演者たちのチグを得る。フランク・オズの両親である、イジドア フランシス・オズ・ノーイッツ夫妻と知り合ったのもこの時の出来事であるが、この時期、ジム・ヘンソンは、ジェリー・ジュール、フランク・オズ、ドン・サーリン他の後のヘンソン社の中核を成す人々と出会い、スタッフとして参加してもらうこととなる。1962年には、マペットたちは NBC のニュースショーの常連出演者となるほどの人気を得ていたため、仕事上の必要から、 ジムヘンソンは活動の本拠地をニューヨークに移すことを決意。バーティルストラムのつてなどによりマンハッタンにオフィスを開設した。この時期のキャラクター、犬のロルフは ABC ネットワークの番組ザ・ジミーディーン賞のレギュラー出演者となる。ザ・ジミーディーン賞は1963年から1966年にわたって放映された人気番組だが、ジムヘンソンは この番組の中で、マペットの創演や人間との共演について、多くのことを学び、試みいった。1968年、ジム・ヘンソンは、子供テレビワークショップの未就学児童向け教育番組プロジェクトに参加、数々のリサーチの後、1969年にパイロット版が作られ、その後世界のほとんどの国で放映されることになる、セサミストリートが生まれた。 セサミストリートが制作された背景には、ベトナム戦争やキング牧師、ロバート・ケネディ上院議員暗殺事件などの、米国社会情勢の悪化を見ることができる。セサミストリートの成功は、ジム・ヘンソンにとっては微妙なものであった。ヘンソン社含め、人形奏演者にとっては、人形劇は大人向けという意識を持っていたにも、かかわらず、セサミストリートでは子供向け以上の表現が、 できなかったからである。続くプロジェクトは完全に大人向けのウィットの効いた人形劇を試行したものとなった。これがマペットショーだが、米国で制作資金を調達できず、英国のルーグレード協の番組制作会社 ITC とヘンソン社の共同制作となった。マペットショーは CBS ネットワークで洒落た演出で評判をとり、ルドルフ・ヌレーフはじめとする著名スターも多数ゲスト、 出演する人気番組となり、1976年から1981年の5シーズンにわたって放映され、大成功を収めた。ミス・ピギー、ゴンゾ、ホジート、今日でも知られる、マペットのスターが輩出した番組だが、ホストとして舞台を得たカーミットと著名スターを送ってしまうほどの存在感を示したミス、ピギーの活躍は特筆すべきものがあった。また、 1977年に TV 作品として放送されたマペットのクリスマスもマペットの技術的進化として特筆すべきものあった。セサミストリートやマペットショーで使われているマペットよりも実在の動物に近いリアルな人形を施行したものである。これら TV ネットワークでの成功や技術の進歩を基礎にしてジムヘンソンは1980年代前半から 映画においても、いくつものヒット作を生み出すことになった。一つは、マペットショーで人気を得た、カーミット、ミスピギーなどのキャラクターが活躍する種類の映画で、マペットの夢見るハリウッド、マペットの大冒険、宝石泥棒を捕まえろ、マペット目指せブロードウェイの3作であり、もう一つは、マペットの技術を用いて、全く独自のファンタジー世界を構築した映画、ダーククリスタルと、 ラビリンス、魔王の迷宮の2作である。ラビリンス、魔王の迷宮からそれほど火を置かず発表されたストーリーテラーは、ハーバード大学で民族学を勉強していた長女リサ・ヘンソンの研究が基礎になっている。原型に近い民話を、現在のビデオ技術とマペットで映像化するのが企画の用紙だが、予算と日程の制約の中から、 映像の質を落とさない限度の中で制作された9話分のエピソードは欧州、日本、豪州で好評を持って迎えられビデオリリースされたが、米国本国では中途半端な制作本数のためにセールスに制約が伴い不遇な扱いであった。セサミストリートの背景にベトナム戦争があるようにソ連軍のアフガン侵攻やイラン・イラク戦争などの世界情勢の悪化を背景に して作られたのがフラグルロックである。人間の世界に隣接する地下世界に音楽や芸術を愛するフラグルをはじめ複数の種族が共存していくという基本ストーリーにジムヘンソンが世界情勢の好転を願った偶話の意味が見て取れる。技術的にはダーククリスタル以降培われたアニマトロニクス技術が投入され高度なマペット創演が行われた仮作である。 1990年5月16日、可能連鎖休菌の感染症に倒れた直後、ジムヘンソンはニューヨーク病院で死去した。死の直前まで意識がはっきりしており、病状の深刻さを伺わせるものはなかった。5日後、ニューヨーク大聖堂で追悼式が行われた。個人の意思により、模服の着用はなく、マーチングバンドの奏でる聖者が街にやってくるの流れる中、 ジムヘンソンが想像した何百というマペットたちも加わるカラフルな追悼式であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。